笑いコンビのおぎやはぎの矢作健と小木弘明が9日深夜パーソナリティを務める TBS ラジオおぎやはぎのメガネビーキ木曜深夜1時内で新型コロナウイルスに関する緊急事態宣言発令後の人々の生活ぶりについて話した。番組序盤は小木の妻が他人と対面せずに楽しめるオンライン飲み会に参加している話題で盛り上がっていたが、突然矢作がこういう時不倫してる人ってどうしてるのかな、愛人と会えないのかなと急転換。小木も不倫は辛いよね、それが原因でコロナになっちゃったら感染経路を言わなきゃいけないでしょと応じた。さらに小木は、でも不倫なんてさ、目立つじゃん。人が出歩いてないしさ、相手のマンションなんかも行けないよ。だいたい不倫って仕事を理由にして出かけるわけでしょ。出張とか接待とか、でもないじゃん。今、芸能人の不倫もなくなってるんじゃない、とぽつり。最後は矢作が一番困ってるのは週刊誌だ。取れないから不倫をとトークを収めた。